はい、毎年恒例の今年の抱負をですね、はい、カメラの前で語っていただきます、はい、お願いします。フリップを作っていただいてますけども、簡単に、はい、はい、2018年の抱負、はい、はい、ちょっと一つ一つ説明していっていただけますか。はい、一つの50の柱がありまして、その一つが、まあ、絵ですとか、まあ、歌であったりとか、それが卓球とか、これは、柱、病気というのもありますし、その後が友人とかね、これは、新しいなんか例えばこれは今までないようなものも、なんかあるんじゃないかなと思って、これは例えば、これ料理かな、料理とか、まあ、園芸とか、まあ、その女性であるとかいうふうに、まあ、僕自身の、まあ、そういう抱負というか、2018年にこういうことをしたいというか、そのジャンルが、まあ、こういう絵とか歌とか、まあ、体育とかそういう中で、まあ、なんか自分で花を咲かせたいというか、まあ、それなりに頑張りたいというのは、そういうふうな一つの柱ですね。まず絵の方から、ね、はい、去年 は、まあ、傑作の煙突掃除さん、煙突掃除さんが、まあ、できたわけですけど、まあ、あれもああいう作品も今後できるかどうかというのは自分では分からないわけですね。たまたまあれもできたらいいですけど、そういうのを結局できるできないいうのを、そういうふうに自分のスタイルが、まあ、はっきりできているわけじゃないんで、そういうのこういう、まあ、注文いうか、そういうのに沿って作るわけじゃないんで、出たとこ勝負みたいなところがあるんで、だけどそれが、余計につけない、足につけないの、なんというか、まあ、できるかできないか、できるのがわからんという、そういうところがあります。まあ、でも、あれとか、あと、捕まるねとか、大根ねとか、いうのは、まあ、僕自身の書いたものですけど、ああいうものも、まあ、一つの方向性とは思う。それで、二番目は、
歌ですね。歌とか、カラオケとか、歌とか、歌も、今、例えば、昔、さっき聞いたんですけど、例えば今、CD が何枚かありますね。5枚あるんですけど、そういうの作って、それで見に帰ったりしたんですけど、でも、さっきであげちゃって、飲んでないんですけど、今、友達と感じているってことですか。だから、そういう、その辺が、これから。作曲した歌とかを合わせて、個人の展示会みたいなのを作りたいという。そうですね。できるんじゃないかなという気がしているんです。割と具体的なことに。なりそうだなとは思っていますけど、でそれプラス卓球とか、それで、園芸とか、あとここへ料理とか、それでまたそれでそうですね、そういうのがで。病気の方も iPS 細胞とかそういうのができてまして、あれも感染病がパーキンソン病が完治するんじゃないかという人を思い、銀山田教授が考えられておるみたいで、そういうことはもう聞こえてる限りで、9月頃 の、 ブログで、チンゲンサイとか、小松菜とか、ほうれん草とか、あれを植えて、略してチンホコと覚えましょうとか、そうですね、書いてましたけども、うん、その後はもうお口に入りましたか。それは、一応何分か食べたんですか。5万円にして、いただきまして、それはそれで、最近も食べたし、うどんなんか入れて、食べたし、ごあいもして食べたいもん。でも、これからまた次の春の上に上がるので、最近またその畑を耕して、今朝も寒い中、その肥料、堆肥、肥料をばらまいて、牛糞かな、なんか、そういうのをまいて、シャーしたとこなんですけど、また春に、芽が出て、また次の何かを植えようと。食べられるまでが楽しみですね。だいぶ広く組んだ、広めにそこを耕しておいたんで、楽しみです。何か植えるのはね。それからそこにちょっと赤で書いてますけども、YouTube を見てたら、小学生の投稿があって、こんなぐらいなら僕もいけるんじゃないかとか、新しいことにチャレンジしようとか、そういうのが小学生がね、YouTube に投稿してたんですよ、それがあったら、ただこう、マスクをかぶって、目だけこう穴を開けて、でマスクをかぶって部屋で自分で、そういうふうに、誰でもない人になって、でそれでただボンチのポンスケを、ポンスケというお菓子を食べるだけなんですけど、で、このポンスケ、おいしいなと食べるだけ、それだけのことなんですけど、それを YouTube に上げてたんですけど、そういうのがあり、これもありだなと思ったんで、だからそういうのがありで、それもありにすると、なんでもありだなと思って、で、危ないこと以外は早げるな。僕はもう、そういうことは嫌いですから、そういうのありで、なんか新しいことも、そっちの方も、なんかできることがあるかなと思ったりしたんですけど、YouTube たまになんか面白いのがありますね。みんないろいろ、
暇なんだなと思っていろいろいろんなことを考える人って、ね、まあ、楽しいことですわ、ね、何年か前からもう小嬢さん一人暮らしになってね。あ、そうですわ。ヘルパーさん、看護婦さんの訪問と、通称のサービスで、ね、そうです、あの支えられて過ごしてますけど、そうなんですわ。まだまだ一人暮らしでいけそうですか。いや、でもね、誰かの、いや、あ、一人暮らしになると寂しいもんで、いけ、まあ、また、つい誰かに、まあ、人、誰か頼りの人を、探したもんですけど、それで、まあ、知り合った人、つい、まあ、惚れやすくなって、あの、これっぽいんですけど、その辺が、まあ、何があるといえば何がある。まあ、惚れやすいし、まあ、まあ、誰か、いたら、馬を借りて、まあ、あの、付き合いの方をよろしくお願いします。パートナー募集、そうですね。じゃあちょっとカメラ目線で。はい。ちゃんと。雨が降らなくなって。ね、ちょっと。疲れてきた。はい。緊張するね。緊張するとね。はい。はい、お願いします。じゃあ最後に一言。パートナーを募集してますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい。